イカがベースでトロッとしたりプチッとしたり面白い。美味しいな。もう寝かせてるんですか。これでね、今日4日目です。4日目。私これ、海苔はこだわりあるんですよ。浅草の海苔屋さん。あ、そうなんですね。こんな場所になりました。沼田のりさんって浅草の老舗のどれぐらい経つんですか。まあ、浅草というかパパシで今4年です、ね、でも創業自体は80年以上ありますね。社長で今何代目ですか。今私で4代目、はい、結構お寿司屋さんとかにも卸されてるんですか。卸っていうことはそんなにしてないんですけど、まあ、純粋にうちの海苔を使いたいって言ってくださるお寿司屋さんもあるんで、うん、それはいくつかありますね。初摘みの海苔にこだわってる。そうですね、じゃあもう初摘みしかない。多分いろんな海苔屋さんってみんな好きな海苔があると思うんですけど、まあ、うちはやっぱ初摘み、いわゆる1回目の海苔ってすごく貴重だなと思ってて、その中の特に美味しいものを厳選して買う、うん、海苔もでも本当に奥が深いんですね。深いですね。毎年どこのどういう海苔を選ぶかっていうことがやっぱ大事かなと思いますよね、うん、今年はこの海苔がすごい美味しいなっていうのを見つけることが海苔屋の仕事だと思うので、うん。下に乗っけた瞬間パンって溶けてきた。甘いですね。トウモロコシをすり流してフカヒレのあんにいたしました。トウモロコシの甘みがすごいあるんで、この茶碗蒸し面白いです。思ったより大根おろしとかもすごいふんわりしてて優しいですね。梅でにいってます。身質がすごい綺麗、美しい。後半ちょっと爽やかな香りが、酸味があって美味しい。もう完全オートロース、シャリ美味しいです。ちょっと甘めで。大トロの方がより甘みだったりとシャリを感じます。これね、和がらしでやっちゃうと苦み立つんですよ。なぜか洋がらしがいいです。今マスタードですか。マスタードです。迫力がすごい。ボイルじゃなくて蒸すんですよ。茹でるとストレスがかかんないんですよね。勝手にシュワッと溶けていくのが美味しい。生姜と大葉、大葉を入れて、はい、ネタももちろん美味しいけど、シャリがすごい美味しいですね。お椀でもあるけど、味噌汁のテイストも入ってて、おしゃれ、そうなんです。
ふか甘めで美味しい。甘めですよ。食べ応え合いますね、これ美味しい。シャリの感じが同じシャリなのにまた感じ方が全然違いますね。すごい儚いというか淡いというか。さっきの新子は4匹分だったのに対してこれは2分の1匹分ってことですよね。2分の1ですよ。すごいジューシー。今日すごい美味しかったんですけど。ありがとうございます。寿司焼きさんのこだわってらっしゃるポイントってなんかどんなところですか。触らないってことかもしれません。触らない、はい、あの素材にリスペクトするこちらですね、はいはい。